してですね、我々の政策、社会の未来をどうしたいのかにつきまして、この時代の方を聞いていただきたいと思っております。本日まもなく13あと10分ほどなっでございます。あと10分ほどしましたら大阪維新の会の代表演説会をさせていただきます。どうか皆様こちらの場所もう間もなく始まりますのでお越しいただきまして、橋本徹、松井一郎、そして西林勝利のこの訴えを聞いていただきたい。社会の将来どうせなあかんのか、変えなあかん、変わらなあかんという思いで我々維新の会はさせていただいております。別に社会の街が壊れるわけではありません、ね、社会の歴史がなくなるわけでもありません。我々は変えたいのは役所の仕組み、ね、ズブズブの役所の仕組み、これをね、なんとか変えていきたいという思いで、我々はこの成長する社会、これを作っていきたいという思いで頑張らさせていただいております。本日午後1時から、こちらの場所、社会の北原台駅前におきまして大阪維新の会街頭演説会をさせていただきます。どうかご通行中の皆様、橋本徹、松井一郎、そして西林勝利のこの熱い思いをご訴えを聞いていただきますよう、どうかよろしくお願いしたいと思います。北原台駅前の皆さん、こんにちは。こちらは大阪維新の会でございます。まもなくあと10分後、大阪維新の会街頭演説会ことこの北原駅前をお借りしまして開催させていただきます。米氏は橋本徹、松井一郎、そして西林勝利でございます。まもなく3人が駆けつけまして、堺市の皆さん、大阪府の皆さんにしっかりと我々大阪維新の会の考え方、これからの堺、大阪府をどのようにしていきたいのか、しっかりと語らさせていただきます。大変ありがたいでございます。約40分から45分間にわたりましてお話しさせていただきます。今のうちにもしよろしければ水分補給の準備をしてください。暑さ対策の準備をしてください。いよいよこれから堺はどん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 暑くなってまいります。明日からは堺市長選挙が始まります。2週間にわたる長い長い戦いです。その中で最後の最後、皆様には堺のこれから、お子さんやお孫さんのこれから判断してもらう大事な大事な決戦の日が迫ってまいりました。我々大阪維新の会、何度も何度も申し上げていますが、この堺を壊すために汗をかいているわけではありません。今の堺、今年来年の堺はまだ食べれるでしょう。しかしお父さんお母さん、自分たちの子供ですよ。おじいちゃんおばあちゃん、自分たちのお孫さんですよ。5年後10年後、この堺が堺だけでやっていけるわけはないんです。大阪における堺、関西近畿における堺、日本における堺、そして何よりもアジア世界における堺、どうやって生き残っていくか、しっかりとした成長戦略、外向きに堺は目を向けていけないと生き残っていけないんです。我々大阪維新の会、まもなく1時から橋本徹代表、松井幹事長、そして西林勝利駆けつけまして、大阪府、大阪市、堺市3人のトップリーダー、皆様にお訴えさせていただきます。どうぞお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、しっかりと我々大阪維新の会の話を聞いて、来たるべき決戦の時、判断の日、皆様の冷静な判断、我々大阪維新の会お願いしたいんです。こ
この世界で頑張っています。43歳、10年以上世界一回引っ張ってまいりました今井大監督。そして橋本徹、松井と松田さん、この北原大監督に駆けつけまして皆様にお訴えをさせていただきます。もうしばらくでございます。大阪維新の会、街頭演説会、北原大前、暑い最中ではございますが皆様お集まりいただきますようよろしくお願い申し上げます。お騒がせしております。大阪維新の会、もう間もなくですね、橋本徹、松井一郎、そして石林勝利が、この場所に参りまして、皆様に明日から始まる社会総選挙、これについて、そして社会の未来についてご訴えの方をさせていただきたいと思います。大変暑い中ではございますが、もう間もなくやってまいりますので、お待ちいただきますようお願いいたします。またですね、本日はスタッフの者が維新の政策のチラシ、これを配布させていただいております。ぜひ見てご覧いただいて、そして維新の政策を聞いていただいて、これからの社会の町の成長、これをどうしていかなければならないのかにつきまして、皆様にお考えいただきまして、適正な判断をお願いしたいと思っております。もう間もなく13時午後1時から大阪維新の会大東演説会、弁士は橋本徹、そして松井一郎、そして西林勝利、社会市議会議員として確かな実績、43歳まだまだ若うございますけれども、なんとかこの若い力を使いまして、この社会の街を変えていきたいんだ。相手陣営はね、本当自民党、民主党、そして共産党、ね、国会の方ではいがみ合いつつも、社会の中ではテーブルの下でがっちりと手を組んでいる。でいつも言ってることが違うものがですね、社会の街に来て一緒にやっていけるんでしょうか。そんながんじがらみの政治では、この社会の未来は何も変えることができないんです。まだまだね、アベノミクスということで景気よくなったように見えますけど、皆さんお一人お一人どうですか、ね、生活が楽になったっていう実感まだまだないと思うんですよ、ね、この大阪の中で、全国の中で、この堺はね、立派な街だと思います。別に堺の歴史がなくなるわけではありません。コミュニティがなくなるわけではありません。我々は役所の仕組みを変えない、そのような思いで活動させていただいております。ぜひともね、この堺の成長のために、そして子どもたちのために、まもなく午後1時から大阪維新の会街頭演説会、橋本徹、松井一郎、そして石林勝利、この3名がですね、ぜひとも皆様にこの維新の政策、これを訴えさせていただきたいと思いますので、ぜひともお立ち寄りいただきまして聞いていただきたいと思っております。もう間もなく維新の街頭演説会させていただきます。足元通りももう間もなくやってまいりますので、どうかご通行中の皆様、そしてお店の中の皆さんも、もうちょっと出てきていただきますとですね、こぞって聞いていただきたいと思っております。まもなく橋本徹代表、松井一郎幹事長、そして石林勝利、
3人によるお訴えをさせていただきます。今しばらくお待ちください。まもなく北原田両毛の前をお借りしまして、大阪維新の会街頭演説会開催させていただきます。暑い最中ではございますが、どうぞ皆様、暑さ対策、水分補給しっかりといたしましてお聞きください。あと2分で大阪維新の会街頭演説会開催させていただきます。橋本総理代表、松井一郎幹事長、そして西林勝俊が参りまして、皆様に大阪から参りながら何もで送った間もなく大阪維新の会街頭演説会を開催させていただきます。橋本徹代表、松井一郎幹事長、そして西林勝俊、3人によりますこの大阪社会のこれからの在り方についてしっかりとお話しさせていただきます。暑い中ではございますが、どうぞ皆様ご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。皆さんこんにちは。大変お待たせいたしました。こちらは大阪維新の会でございます。ただいまからこの北原田4ホール前におきまして、大阪維新の会街頭演説会を開催させていただきます。本日司会を務まりますのは大阪維新の会大阪府会議員、私小林と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。いよいよ明日から堺市長選挙が始まります。2週間の長い長い戦いの後、堺市民の皆さん、自分たちのお子さん、お孫さんたちの将来を選ぶ大事な大事な審判の日がやってまいります。我々大阪維新の会、橋本徹代表、そして松井一郎幹事長、西林勝俊、大阪府大阪市堺市3人のトップリーダー、今回この場所に集まりまして、大阪維新の会一体何をしたいのか、何も堺を潰すわけではございません。これからお孫さん、お子さんの将来を作るために、大阪維新の会この堺で何をしていきたいのか、しっかりとお伝えさせていただきます。まずは大阪維新の会幹事長、大阪府知事、松井一郎のお伝えでございます。皆さんこんにちは。まだ暑いんでね、ちょっと熱中症等々気をつけていただいて、水分を補給しながら、聞いていただきたいとこう思ってます。まあ橋本代表ね、力が入ってますんで、もうすぐ到着すると思いますが、ちょっと長い話になりますよ今日は。ですから力が入ってる分、その分長い話になるということで、熱中症にはぜひ気をつけていただきたいとこう思ってます。僕たちがね、まあ大阪で何をしたいのか、メディアの皆さんはね、新聞やテレビ、大阪都になればどうなるんだ、大阪都が目的なのか、そんなことばっかり言ってますけどね、大阪都は目的ではありません。大阪都は手段です。大阪を成長をさせていく、そのための手段が大阪都という新たな行政の仕組み、行政システムをそう変えよう、そういう手段を作ることによって、
堺がなくなるとかね、堺が一つじゃなくなる、そんなことをね、まあ竹山さん言いまくってますけどね、堺はなくなりません。このイオンモール、このイオンモールを大阪都になったらこれがなくなってしまう、潰れる、そんなことはありえません。大阪都になって大阪を成長させていく、大阪を元気にしていく、大阪を景気よくする、そのための制度を変えようというのが大阪都構想。じゃあ大阪都になればね、大阪成長するの、景気よくなるの、これ歴史が証明してるじゃないですか。東京もね、東京都になる以前は東京府、東京市だったんです。それがあの戦時下において東京都という、そういう行政システムに変えた。そして今それから80年近く経ってね、それでどうなったんですか。日本の中で今この日本を引っ張っていける力のある自治体、東京都だけになってしまった。東京都だけが自分でしっかり稼いで、そしてそのお金でありとあらゆるいろんな行政政策をやっていけるんです。僕は大阪の知事でね、我々日本維新の会の代表、石原代表、東京都の都知事です。そして知事になって、橋本知事時代からね、いろんな行財政改革をどんどんやってきて、今大阪府民の皆さん、ここには堺市民の皆さんももちろん入ります。皆さん方の預貯金、財政調整基金って言うんですけど、大阪府の貯金は今1000億を超えました。でこの間石原代表にね、大阪も頑張ってるんですよと、そうやって貯金増やしてね、これから医療、福祉、教育、いろんなところにお金がいる、都市としてのインフラ整備にもお金がいる、だから1000億貯めましたよと、こう言ったんですけどね、石原代表からは、あ、松井君、どうか、東京はね、1兆円あるんだよと言われましたよ。そしてその1兆円の中でね、今回4000億使って、あの東京でオリンピック開催するんだと。そしてそのオリンピックの開催することによって経済効果、これは今から7年間の中でね、130兆とか150兆の経済効果がある。この経済効果の一部、もちろん僕は大阪府の知事でもありますから、東京一極集中を許しませんよ。何としても東京だけじゃない、大阪もあるよと、そういう風に作っていきたいし、東京が景気よくなればしっかりとその経済の波をね、大阪にも引っ張っていきたい、こう思ってます。だから歴史が証明している行政の姿、やはり世界中でありとあらゆる都市と競争をしていくには、もう今や大阪府や大阪市や堺市やバラバラの状況の中で、それぞれに首長がいて、その首長がそれぞれ別の方向へ向けば、全く都市としての一体性が確保できない。そのことによっていろんな商売をしたいと思っている人たち、進出をしたいと思っている人たち、商売をするのは民間です。その民間がその地域を選べなくなっている、それが今の大阪の姿、この大阪の姿を作り変えましょう。そして目的は大阪を元気にしましょうよ、成長させていきましょうよ、東京都に負けない大阪都を作りましょう、これが我々の目的なんです。党というのはそれを作るため、その目的を達成するための制度だということなんです。先ほど申し上げました、歴史が証明している東京都2回目のオリンピック、皆さんもご存知でしょうかね。大阪も実はオリンピック招致に乗り出したことがあります。堺市民の皆さん、あの時堺市民の皆さんはそれを実感されましたか。自分たちで大阪に呼び込むんだ、オリンピックを誘致しよう、一丸となってオリンピック招致動いてると、それを肌で感じたでしょうかね。僕は大阪市民ではありませんか、八尾市民なんですけどね、あの時よくよく考えたらオリンピックを一緒に招致してるという、そういう思いにはなりませんでした。だから大阪地域の、まあ270万の地域だけで
この自民党の結果はご承知の通り、今日本の中では大阪も立候補してたのかな、覚えてないな、その程度なんです。そして最終投票の結果はもう全く端にも棒にもかからない。まあ IOC の委員の皆さん6人だけ、90何人いらっしゃるんでしょうね、6人だけが大阪という名前で投票してもらった。結局その程度のもんなんです。大阪地域だけが大阪じゃない、大阪地域プラス高い地域、そして大阪雰囲気のその他のエリアも全てを合わせて大阪、ワン大阪を作り上げる。そしてこの日本に東京だけじゃない、大阪というそういう日本を牽引していける、そういう核を作ろうじゃないかというのが東高層なんです。そして今ね、僕たちはバーチャル大阪と言ってますけど、これは今やってる実務として大阪が変わってきてるというところ、少しだけお話をさせていただきます。橋本市長、まあ登場いたしましたけどね、市長と一緒に、まあ2年前の11月にね、ダブル選挙で大阪府知事、大阪市長就任をさせていただきました。すぐにやったのが大阪府市を一体化させよう、これを僕はバーチャル大阪都と呼んでるんですけど、大阪市府市統合本部というのを作り上げました。本部長が僕で、橋本市長が副本部長、このバーチャル大阪都で大阪全体のこと、大阪を活性化させること、そういうところをガンガン議論をして決めていっています。つい先日、東京霞ヶ関の方にね、大阪の経済を良くするためにはアベノミクスの3本目の矢、1本目の矢が、まあ、異次元の金融緩和、2本目の矢が財政出動、3本目が一番大事ですよと、規制緩和、日本にはこの規制でまあいい思いしている人たちが5万といます。でもこの規制を変えていくことで新たな分野に挑戦しようという、そういう意欲を持っている人もたくさんいる。だからこの規制緩和について、大阪府市のエリアでね、特区を作り上げました、提案をしてしました。国においては、まあ、僕は特区担当大臣にもお会いをして、まあ想像以上のもの出してこいよ、今までの規制を少し変えるような、そんな中途半端なもんじゃダメだよ、想像を超えるような、日本が元気になるような、そういうプランをぜひ提案してこいと、こう言われましたよ。だから市長と一緒にこの府市統合本部においてね、あの大阪のありとあらゆるエリアにおいて特区の区域というのを定めました。医療特区、まあ最先端の医療、こういうものに対して今までではできなかったそういう治療もやれるようにする。エネルギー特区、大阪の南港ベイエリアに新たなエネルギーの技術を持つそういう企業がどんどん来てもらう、そのための特区のエリア、そしてその皆さん方のこれからスタートする事業を応援するための減税措置、この減税措置もね、大阪では、大阪府大阪市でこの特区エリアにおいてはローカルタックスゼロという新たな人間権を行いました。なぜこの世界の競争を知ろうとすれば、日本は実効税率が高すぎるから、最先端の企業、これを日本のエリアを、日本のエリアを選んでくれない、日本に呼び込んでくる、大阪に呼び込んでくる、そのためには世界の税率と競争できるような税の仕組みが必要。だから大阪でローカルタックスゼロのエリア2人で決めましたよ。そして今このエリアに、大阪のこの東部のエリアにね、少しずつですけど投資が始まってきてます。で、僕は知事ですから、今いろいろと数字を、このエリアにおける経済効果の数字、まあ調べておりますけど、だいたいイニシャル最初の初期投資で2500億、そしてそれから続くこのランニングの効果、これで約2500億、今トップこれをやるだけで約試算すると5000億、大阪の GDP 引き上げよう、こういうことになってるんです。そういう企業が来れば仕事のない人、しっかりとここで雇用の場所が生まれるわけです。
安定した生活ができるから、だからお金も使いやすくなる、経済消費が拡大できる、そのことで大阪全体がいい循環に回っていける、こういうことを今府市統合本部でやってるんです。エネルギー戦略会議も作りましたよ。規制改革会議、医療戦略会議、府市統合本部の会議台として専門家の皆さん入っていただいて、いっぱいいろんなアイデア、もうあふれるぐらいアイデアは出てきてます。ただ残念なことにね、ここに堺が入っていない。堺がこの経済効果、堺に波及できない。それはなぜなのか、府市統合本部作った時に僕と市長でね、竹山市長に言いました。あの時はまだ選挙もまだ、ま、だいぶ先でしたから、竹山市長ね、まあ都に ならないは別としても、府市統合本部ぐらい入って大阪全体、堺市の経済もこれで活性化できるんですから、一緒にやりましょう、こういう話をしましたけども、いや、そんな府市統合本部に入るのはもう遠慮しとくと。まあ橋本省が嫌われてたんでしょうか、僕が嫌われてるのかわからないけど、いいんですと、大阪全体のことはいい、もう堺のことだけやっとくから入らない。堺の経済を良くしようとした時に堺の区域だけでできるんでしょうか、絶対に無理。これができるんなら今まで歴代市長みんなやってきてるし、堺の経済がこんなにも沈むことはありません。だからそういう仕組みを変えて大阪が一本化をして、そして大阪全体で景気を良くしていく、成長していく、その仕組みが今はまだ都になってないから、だから府市統合本部だったんです。それに入らない。それはね、最終的にどういうことかといえば、堺市長の行く府市統合本部に入ればね、まあ赤本市長、そして僕と、それ竹山市長、3人椅子並べてガンガン議論するんですけど、結局自分が目立たない。こんなとこ行くと堺市長として堺出たらもう一番いい椅子に座って市民の皆さんから、あー市長すごいですねって言われますけど、統合本部に入ると目立たなくなってしまうから、自分のそういう、モチベーションも下がってしまう。結局自分のそういうポジション、そのポジションだけを考えれば、あの府市統合本部に入れば自分自身が目立つことがなくなってしまう。そういう細かいね、考えから入ってくることがなかった、入らなかった。だから今大阪で成長戦略作り上げましたけど、残念なことにこの成長戦略の中に堺市だけがポコッと抜け落ちてしまってるんです。僕たちが言ってるのは、大阪全体で元気になりましょうよ、成長しましょうよ、大阪の成長戦略の中にも堺市も入りましょうよ、入ってくださいよ、そして大阪の景気を回復をさせて一人一人の所得が上がる、そんな大阪を作っていきたい、そのために制度を変えましょうという話が今我々が目指している大阪の姿なんです。ぜひ皆さん、まあ、明日から始まります、西林候補も候補予定者も全力で頑張っていきますけどね、最終的には僕も橋本市長も自分たちが票を投じることもできません。だからここにいらっしゃる皆さんの力が頼りですから、皆さんの力を西林候補ぜひともね、力を貸してやっていただきたいと思います。選挙は明日からですから、ここで票のお願いはいたしません。明日になれば堂々とお願いします。皆さん、維新の会西林候補予定者にも皆さんの力貸してやってください。お願いします。大阪維新の会幹事長松井一郎大阪府知事の訴えでした。続きまして、明日からいよいよ堺市長選挙が始まります。この堺市におきまして10年以上堺市議会を引っ張ってまいりました若き43歳のリーダー、大阪市の会副幹事長西林勝利と訴えです。皆さんこんにちは、西林でございます。
暑い中本当にお待ちいただきまして、じっと立って聞いていただいている皆さん、本当にありがとうございます。新しい堺の街を作っていくのか、それともこのまま何もしないまま衰退していく堺の街を続けていくのか、その分かれ目にいよいよこの堺は立とうとしております。何も4年間変わらなかったじゃありませんか。皆さん、堺の町に住んでいただいて本当に良かったと思える4年間であったのか。私たちはこの堺の町の変革をすべき、いろいろな点を議会でも申し上げてまいりました。役所改革をやらなくてはならない。この堺の町の経済をもっと強く高めていかなくてはならない。そのための条例も仕組みもいろいろと訴えてまいりましたけれども、全く動かなかったのがこの4年間だったんです。堺にはいろいろな歴史上の人物もおられます。これからの堺は観光産業もぐっと伸ばしていく、それにまつわるサービス産業もぐっと伸ばしていける、いろんな可能性を持っているにもかかわらず、それが全く伸ばされないままこの4年間過ぎてきたんです。私たちは今まで通りの考え方でまた同じような失敗を繰り返していく堺市、このまま放っておくわけにはいかない、また堺は博物館を建てたら人が来るんだ、そんな考え方でこの4年間またやろうとしています。皆さん方からお預かりする税金、大切な大切な税金なんです。1円たりとも当然無駄に使うわけにはいきません。もっと効果を高めていく、堺だけで考えていてはダメなことは、大阪府も大阪市も一緒になって知恵を出し合って、連携するべきところは連携をして、より良きものをこの堺でも作って、多くの方がこの堺にやってきていただける、そんな堺の街を作りたいんです。でも今はそんな流れも全くないんです。交通の面も悪い。この北原田、北区にお住まいの皆様方は御堂筋線という本当に便利な鉄道ネットワークもある。しかし堺は全体を見渡せばまだまだ不十分なんです。全体をしっかりと見渡しながら、この堺の周遊性、皆様方が利便性を高めていく、そんな街づくりに堺も乗り出していく、その時期に今堺は来ているんです。でも今は堺、堺、堺。私も堺で生まれて住まれて、この地域をこよなく愛する一人です。そのためにも、堺で生まれた私も一人だからこそ、今こそ大改革を行って、将来に向けた市民の皆様方の暮らしに、安定感と安心感をこの堺にしっかりと生み出していく、そんな改革心というものをもっと打ち出して進んでいく、そんな心がなければこの堺は何にも変わらないんです。私たちこの堺の街を変えていく、堺の街がなくなるわけはありません。堺の皆様方のお気持ちをしっかりと受け止めながら、地域のことは地域で決めていく、連携すべき点は連携をしていく、区で皆様方の暮らしをしっかりと支えながら、今日も若いお母さん方もたくさんいていただいております。子育ての件も、そして中学校給食は堺は困っていない、堺もしっかりとやるんです。学校給食はやるかやらないか、まさにリーダーの判断が今迫られております。今までは何でもかんでも楽しいよ、やるかやらないかよくわからない、だから堺も何の特色もなくずっとのんべんでらりんと時だけが過ぎてきたんです。私たちはしっかりと決めて実行に移していく政治をこの堺でも必ず実行してまいります。そのチャンスがこの9月いよいよ明日からの決戦なんです。私はまだまだ知名度もありませんけれども、市民の皆様方お一人お一人の力を借りれば、必ずこの大きな壁を突き破って堺の新しい道を切り開けていける確信をしております。明日からの戦い、どうぞ私西前市に大きな力の手が賜りますようにお願い申し上げます。ありがとうございます。堺市のニューリーダー西前市勝利、43歳の力強い訴えでした。続きまして大阪維新の会代表、大阪市長橋本徹の訴えでございます。ありがとうございます。スタッフの皆さん、本当に今日はこれだけ多くの皆さんにお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。明日から始まりますね、堺市長選挙。これは堺市市民の皆さんの命運を決めるだけでなく、大阪自体の命運、もっと言えばね、皆さん、
日本の国の形がどういう方法に変わっていくのか、これすら削るぐらいのか、重要な重要な選挙戦が始まります。ですから過去を振り返ってみてください。社会がここまで全国的に注目されることは今までそんなになかったと思います。全国でこの高い市長選挙において高い市民がどのような判断を下すのか、それはでは本当にね、これまでの市長選とはわけが違うんです。僕はこの大阪都構想というものをずっと訴え続けて、まあもうかれこれ4年になりますけども、いよいよ最終ゴール、その最終ステージを迎えることになりました。この高い市長選挙と大阪市においては住民投票、これでね、大阪の形が変わる可能性が出てきたんです。4年前は絶対こんなこと無理だと言われていました。しかし3年かかってね、一歩一歩積み上げながら皆さん方のご声援を受けて、選挙を通じて一つ一つ積み上げてきました。今の大阪府や大阪市や堺市のこの形は明治維新以来ずっと姿は変わっておりません。明治からずっと同じ仕組みを我々は続けてきたわけなんですね。でもね皆さん、明治と今の平成の世は違うんですよ。今の時代に合わせたね、大阪の新しい形っていうものを目指さなきゃいけない。こんな話は過去30年40年みんな議論をしてきたんですが、議論ばっかりで誰もやってこなかった。でも大阪府民、大阪市民、堺市民、その他の43市町村民の皆さんが本当に大阪においてはしっかりと政治を積み上げてくださいましてね、いよいよ来年にこの明治以来180年160年変わってこなかったこの大阪の形が変わるかもわからない、その重要な、まさにその第一歩といいますかね、最後の仕上げのところ、これが堺市長選挙なんです。我々の大阪都構想についてはまあ本当にいろんな批判至るところからされてきました。昨日もね、知事と僕が出席をしまして大阪府庁で大激論を交わしてきましたけども、まあ敵方はみんな反対ばっかりですよ。じゃあ反対してね、じゃああなたたちはどういう大阪を目指すのか、そこは彼ら何にも持ってないんです。大阪都構想はダメだダメだしか言いません。そしてね、いろんな新聞やテレビを見ても大阪都構想の意味がよくわからない、みんなそればっかり言う。意味がわからないという人はね、想像力のない人なんです。皆さん一言で言いますとね、大阪にもオリンピックを呼べるような、そんなね力強い大阪を作っていきましょうよと、それなんですよ。今オリンピック、まあこれは盛り上がってますよ。東京、日本、日本国中ね、まあ、特に東京都民の皆さんはね、我々東京都民で本当に嬉しい、我々東京都民として誇り高い、みんな東京都民言ってますよ。世界から見てもね、東京という名前を聞いて知らない人は世界各国いないぐらい、それぐらいですよ。ところが大阪、何大阪って、堺、何それ、そんな状況なのがね現実なんです。オリンピックの効果はすごいですよ。あれもメディアなんかいい加減なもんでね、4年や8年前そんなオリンピックなんかやってお金を使ってどうするんだみんな言ってまして、しかしそれをね、我々日本維新の会の共同代表である石原代表がいろんな批判を受けながらでもオリンピックを引っ張ってきた。そしてオリンピックいざ決まったらどうなりましたか。単なるスポーツ大会ではないんです。オリンピックが開かれると決まった途端に東京は大都市改造が始まりますよ。すごいことになってます。今成田空港と東京離れてると言われていますけども、55分、大阪から関東までも約50分、同じぐらいなんですが、
これなんと36分まで縮める鉄道を引くらしいです。東京と羽田、今36分かかるところ16分で結ぶ鉄道をまた引くらしいですよ。それからね、オリンピックの会場に向けて地下鉄の穴をまた1本掘るらしいです。橋は架けるらしいです。マンションはバタバタ建ってますよ。すざましい勢いでね、これから東京にものすごい投資が呼び込まれます。経済波及効果で約3兆から4兆と言われていますが、首都高速、高速道路の改修なんかも含めて約100兆円ぐらいのね、金が投じられるんじゃないかともいろいろ言われていますけどもね。まあとにかく皆さん、このオリンピック一つとっても東京という街並みが一変しますよ。東京都民のシティプライド、都民としての誇りはもう今最高潮に達しています。じゃあ皆さん、このオリンピックというものを大阪で招くことができるかということなんですが、今のね、大阪府や大阪市や堺市のまんまでは未来永劫1000年経っても2000年経っても絶対無理です。大阪府、大阪市、堺市がそれぞれにトップを抱えて、知事市長を抱えて、それぞれが財布を持って、それぞれ好きなことをやって、そんな大阪ではね、オリンピックなんか呼ぶことはできません。大阪は2008年で惨敗、名古屋も惨敗、福岡は国内の予備選でも惨敗、今オリンピックを呼べる都市といえば東京ぐらいしかないんです。そしてなぜ東京が呼べたかといいますとね、1943年あの第二次世界大戦の真っただ中、1943年までは東京においても東京府と東京市だったんです。これが1943年に2つが合わさって東京都になりました。そこからですよ、東京の指揮官が1人、東京の都知事がね、この大きな話をどん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 引っ張ってくる、そういう体制ができたんですね。皆さん、我々が目指しているのはね、大阪全体の成長です。堺、堺、堺、引っ越し屋さんじゃないんだから、堺、堺、堺だけではね、成長はしませんよ。大阪市だけでもダメなんです。だけれども、大阪府と大阪市と堺市が手を携えて一つにまとまればね、そりゃ東京に対抗できるだけのその力はあるんですよ。ですから我々はこの4年前から大阪府、大阪市、堺市を一本化してね、オリンピックを呼べるだけのそれぐらい力を持ったね、新しい大阪を作っていきましょう。それを訴えたのがこの大阪都構想なんです。ところが竹山さん、堺がなくなる、堺がなくなる、そればっかりですけどもね、竹山さんが言いたいのは今の堺のまんまでいきましょうということです。竹山さん、いろいろマニフェストに掲げていますけど、あれぐらいのことはどんな市長でもできます。誰でもできることなんです。子育てを応援しますよ、高齢者の方にいろいろな対策を講じますよ、観光客を呼び込みますよ、あそこに言ってるぐらいのことはどの市長立候補者でも誰でも言えます。やろうと思ったらできることなんです。誰でもできることをやっていてはね、大阪は再生しません。やっぱり誰もができなかったこと、誰もが挑戦しなかったことに一歩踏み出して挑戦すること、これがね、大阪再生に向けての第一歩だと思うんですね。堺はね、なくなりませんよ。それはね、皆さん、先ほども言いましたけども、東京都の歴史を考えてみてください。かつて1943年までは東京市があったんです。しかし東京市がなくなって東京都になりましたけども、東京市、東京の歴史や伝統はなくなりましたか？地域はなくなってませんよ。都民のこのプライド、むしろ高まるばかりですよ。東京市なんていうのはね、役所の名前にしか過ぎないんです。今東京23区に衣替えをしました。
我々も堺市役所の役所を衣替えさせたい。皆さんの生活に関わることはね、区役所でしっかりと仕事をやります。堺で決めることは堺で決める、当たり前のこと。しかしこの大阪都構想というものは堺だけでできないこと、大阪市だけではできないことを、みんなで一つにまとまって世界に打って出ようというのが大阪都構想なんです。竹山さんはね、400年前、500年前、織田信長に堺が攻められた、そんな歴史を持ち出してね、堺を守るんだ、堺の父を守るんだ、そんなことばっかり言ってますけども、400年前、500年前は堺と大阪が敵対関係だったんです。しかし皆さん、その時の中世の時代から400年、500年経って、皆さんは大阪と敵対関係なんですか？ここに松井知事いますけど、松井知事、大阪府知事は皆さんの敵なんですか？違いますよ。皆さんが票を預けた代表なんです。皆さんが嫌なら知事を変えることだってできるんです。400年前、500年前の中世の時代、織田信長、豊臣秀吉の時代は確かに大阪と堺は敵対関係でした。堺が焼き討ちであったこともありますよ。しかしそれは400年前、500年前の話なんですから。今はね、堺市民は大阪府民でもあるんです。堺の住民の皆さんは大阪の住民でもあるんです。東京市なくなりましたけどもね、今から70年前に東京市はなくなりましたが、今となって東京都民、やっぱり東京市が必要だったよね、そんなこと考えてる人は誰もいませんよ。東京市にね、ノスタルジーを感じてる人なんか誰一人いません。東京都民は東京都民としてプライド絶好調、最高潮です。確かにこの1年、2年、3年のことを考えるとね、堺市役所がなくなるっていうことにどうなんだろうなって感じる人はいるかも分かりませんが、僕は確信してますね。10年、20年、30年経った時に大阪都構想ができていればね、必ず大阪府民の皆さんは、大阪市民も堺市民も含めて大阪都民としての誇りを持つことになると僕は信じていますし、そのようにならなければ大阪の再生はないと思ってますね。こちら堺市の北区ではありますけどもね、もちろん堺市で結構ですよ。でも僕はこれだけは言いたいのは、大阪市と一体となったいろいろな計画、まちづくりの計画をやった方が北区は絶対に発展します。それはね、大阪市の中に入ってくださいとかそういうことではありません。一緒に協議をしましょうということなんです。しかし竹山さんは協議すらやってこない、協議にすら入られない。御堂筋線でつながってるんですよ、この北区は大阪市と。大阪市といろんな協議をやったらいいじゃないですか。このね、北区とね、南区は全然状況が違うんです。もっと言えば大阪市と堺市一つになってね、いろんな協議をやればいい、話し合いをやればいい。しかし竹山さんは一切やらない。堺、堺、堺、堺ばっかり。これね、本当にね、皆さん、堺がこのまま行けば衰退します。まだかろうしてね、北区はなんとかなってる。御堂筋線でこれから堺東に行きますけどもね、もう散々たる状況ですよ。堺東、堺駅もそうですよ。堺を発展させようと思えば今までのやり方ではダメ、新しい男を目指していく。住民の皆さんに対するサービスは区役所がしっかりやるような、そういう新しい区役所を作っていきます。堺はなくなりません。堺は壊れません。名前にこだわるというんであれば名前は残していきます。そんなことはたやすいこと、簡単なことです、名前を残すことぐらい。皆さん、この大阪都構想で結局なくなるのは何かといえば、堺市長と堺市議会議員だけなんです。都
ここだけなんですよ、なくなるのは。北区もなくなりません。地域コミュニティもなくならない。僕はね、鉄道網にしてもね、この地下鉄、まあこの北区は便利かもわからないけれども、もっと堺全体がね便利になるような、そういう鉄道ネットワークを作らないといけないと思いますが、これ今のまんまだったら難しい。トンネル1本掘るのにもね1000億2000億かかるんです。でも東京見てください。オリンピックが来たことによって、先ほども言いました、鉄道計画が2本も3本も進んでくる、こんなもんなんです。やっぱり大都市として力を持たなきゃいけない。今のまんまだったら本当に衰退だけですね。竹山さん、どこまで何をやるのかさっぱり分かりませんが、僕はね本気の改革をやってくれると思ってます。ところが中世の400年前500年前のね堺を持ち出して、今のまんまの堺をやり続けよう。そして報道でも出ている通り、自治会に100万円の現金を配って、自分の政治資金パーティーのパーティー券を買わせてる。これはね、旧態依然とした古い政治そのものですよ。大阪市役所もこれやってたんです。自治会長の会長を集めてね、そして補助金出すからパーティー券買ってくれ。こんな古い政治をね大都市堺がやっててどうするんですか。竹山さんは4年前僕と一緒になって大改革をやると宣言したんです。新しい政治をやると宣言した。ところが選挙前になったら、結局その自治会一部の人たちと手を組んだ、そんな政治に逆戻り。そしてあろうことが共産党とも手を組んだんです。僕はね、おとついも言いましたけどもね、あの酢豚のパイナップルと共産党が大嫌い。とにかく共産党とね一緒になってる竹山さんはね正気じゃないです。共産党と手を組んだ瞬間に見てください、堺市役所の職員組合がみんな竹山さんの応援に入りました。僕は4年前に竹山さんが大阪を大改革するからといって、そのように宣言をしたから応援をしたんです。全くその素振りを見せない竹山さんは、どうかこの堺からご退場願いたいと思っております。そして皆さん、繰り返しになりますけども、堺は壊れませんし、なくなりません。竹山市長が言ってることぐらいは、西前市、簡単にそれはね、やっていきます。もちろん皆さんとのいろんな話し合いもさせてもらいます。でもね、僕らが言ってるのは、自民党や民主党や共産党では絶対できないこと、オリンピックをこの大阪に招き入れるぐらいの、そんな新しい大阪を作り上げること、これは自民党でも民主党でも共産党でもできません。我々大阪維新の会、日本維新の会にしか絶対にできないことなんです。どうか皆さん、一度ねこの大阪で本当の夢を見ましょうよ。これだけ衰退してきた大阪、最後はねやっぱり大阪と皆さんの手で作り上げてね、オリンピックを呼べるぐらいの新しい大阪を作って、そしてね東京に対抗できるぐらいの大都市大阪をもう一回輝かせましょう。どうか西前市長、よろしくお願い申し上げます。大阪維新の会代表、大阪市長橋本徹のお訴えでした。堺市の皆さん、今からです。明日からいよいよ堺市長選挙が始まります。どうか大阪維新の会のお訴え、冷静に聞いていただきまして、我々にご支援賜りますようよろしくお願いします。すいません、そして一つだけ、先ほど市長が言ってましたけど、僕は堺市民の敵ではないんでね、あの南海トラフの対策、これこの間、国へ南海トラフ、あの津波でね大阪中が被害を受けないように、今大阪あの高潮対策できちっと7メーターの防潮堤出来上がってる。でも南海トラフになりますと
基礎が弱いもんですから、それがパタンと倒れて大阪に水が入り込んでくる。この基礎の部分しっかりやり直させてね。そしてそのためのお金、これ国費で充当する部分かさ上げしてね。今週月曜日火曜日国へ行ってきましたよ。でその中にはもちろん堺市も全て大阪エリア全てが守られるようにまあお願いをしてきた。じゃあ昨日ね、竹山さんが自分は知らんかったからけしからんとこう言うんですけどね、結局ね、自分が何にも聞いていないことは全部反対とこういうような話で、自分が自分が自分がなんですよ。僕はね、堺市民の皆さんの敵ではないんで、南海トラフ対策堺もしっかり入れて皆さん方の安全安心はきっちり守っていきますんで、よろしくお願いします。あ、竹山さん、ほんでもう一回行くって言ってるんですよ。それで前向きに国も OK 言ってきてるのにね、もう前向きに検討しようと、まあ、松井が行くだけではけしからんから自分も目立つためにまた行くと、この行くお金ね、もう皆さん方の税金でまた行きますから、こういうのを二重行政の無駄とこう言いますんでね、皆さんもう行く必要ないよ、松井知事が行ったよとちゃんとはっきり言っておいてください。お願いします。ありがとう。本当にね、今回の